で、CFD 取引について質問いただきました。まあ、少額の取引ですよね、CFD。で、まあ、FX の場合もありますし、あと金の場合、金の取引とかですね、まあ、さまざまなものが少額からできるっていうのが、魅力というか、そういう特徴を持ってるんですけども、まあ、CFD 取引で増やせますかと質問今聞いてます。あと、おすすめの証券会社とか、評判のいい、実績のある証券会社を教えてくださいって来てるんですけども、まずですね、CFD はですね、例えば少額って言っても、金だと例えば1ロット、まあ、最小ロットで、まあ、900円ぐらいですかね、からできたりとかするので、まあ、投資っていう感覚もないぐらいのものだったりするんですけども、その金額で言うとですね、ただまあ使い方によってはしっかり安定してやっていけるということで、まあ、とにかくメンターを見つけること、まあ、これネットビジネスもそうなんですけども、やっぱり長期投資もメンターを見つけて、その方から学んでいく、しっかり学んでいく、腑に落ちるメンターから学んでいく。